こんにちは。アラミス高等学校の一年生、アニエスです。現在は、アークライド解決事務所で、助手としてバンさんのお手伝いをしています。悩み事があれば、いつでもお越しください。まだ未熟なりに、ちゃんと前進しているのかもしれません。今はせめて、この歩みを止めないで。ひたすら勉強あるのみです。行きます ゃあご、ごめんなさい大いなる光の宴会よ。我らに息吹を与えたまえ支援します皆さんを守りますやっぱり諦められないですし、諦めたく、ありません。日だまりのアニエスって、 聞いたことありますか私も彼女のような魔法使いに憧れていたんです。たとえ危険だと分かっていても、大切なものは自分自身で守る。そんな強さを身につけたいんです。焦っても、力が足りなくても、できることを見つけて一生懸命努力します。バンさんや事務所の皆さんとのお仕事は、 勉強になりますし、何より楽しいですから。独断先行に見えても、それでも私は、すべてをこの目で見届けたいんです。最後まで、どれだけ私の中で大切なものだったのか、なくして、初めて気づかされたかもしれません。今の私にとって、解決事務所は、家族と同じくらい大切な場所になっています。 この穏やかな活気がずっと続くといいな。ただの学生でも譲れないものがありますダメですかそれじゃあ、こういうのは、これもダメですかありがとうございます。なんだか勇気をもらえました。何が正解かわからなくても、落ち込んでいる場合じゃないですよね。 私たちの世界にも動力技術を利用した飛行船があるんですよ。こちらの世界の技術とも何か共通点があるんでしょうか時間があれば、ここで面白い本を探したいです大いなる光の円環よ。我らに息吹を与えたまえ嘘をつかれたお返しということで、そろそろやめましょうか。 またお話ししましょうはじめまして私はエレイン・オークレール ソードメイデンとも呼ばれているカルバード遊撃士協会の永久遊撃士よ。これでこそソードメイデン。永久遊撃士の称号にふさわしいわね。遊撃士となる。それは私が真実を追求するための覚悟。遅い光よ、勝ちきれ輝ける翼よ、導け 一気に決めるわよ。速攻よ自分の手で、守れないなんて。突然の別れ、か。私個人としても、決して気持ちのいいものではないわね。バニラココア昔馴染みには、まだまだ子供だって言われるけど、私はこの味が好きよ。ほっとするから。 他の誰でもない私が、私であるために、これからどう剣を振るうのか。まあ。七年前も、今も、私たちを頼ってくれないなんて。彼に一体何があったというの父は、貴族の血筋に執着し、多くの過ちを犯した。だから、娘である私がけじめをつける必要があったのよ。 知ってる私たち遊劇士も正義の味方って呼ばれているのよ。別に子供が苦手なわけじゃないわよ。ただ、どうやって楽しませればいいか。マシューさんたちを見ていると、バンやルネと一緒に過ごした学生時代を思い出すわ。今更あなたの道にとやかく言わない。でも、せめて線引きはきちんとしなさい。 遊劇士を目指したのは、父への疑念を晴らしたかったから。でも、調査すればするほど、怪しいとしか思えなくなってしまって。どうやら、あなたもずるい人のようね。ふぅ。私のことを知ったような真似をしないでちょうだい。私は、ここの雰囲気がとても好きよ。心の底からリラックスできるわ。 お互い足りない部分があっても、それを補い合えれば、どんなことがあっても大丈夫よ。輝ける翼よ。導けあなたなら必ずできると信じているわ。すみません。そういうのは基本お断りさせていただいていまして。ご機嫌よう。 カボソキ鎖を導きに、今ここに限界線我は悪魔にして、また悪魔を食い破る獣なり。<laughs> 合格だ。完璧だ。文句なしだな。終わりだこっちだそらそら しまいにしようぜここは俺に任せろ。ああ、言った通りただじゃねえぞ。あくまでも出世払いだ。くそミスったぜ。事務所じゃ毎日のようにいろんなことが起こるが。ま、そんな生活も悪くないぜ。どんなルートでたどり着いたかはともかく。 裏解決屋として、まずはあんたの依頼を聞かせてもらうぜ。アニエスはか弱いお嬢様に見えるが、実は芯が強い、頼もしい助手だ。色い々ろいろあって甘党になったが、スイーツのおかげで今は毎日を楽しめてるぜ。エレインと出会ったのは、俺が孤児院にいた頃だ。あの頃から口うるさくて頑固だったんだよな。 あいつ。ああ。アンダルシアのバンカ限定ケーキが恋しい。依頼の基本料金は1時間1000ミラ。時間で計算すると。ああ、そういや、ここの流通通貨に換算しなきゃならねえな。っ <laughs>、安心して待っとな。苦痛と絶望を与える教団なんてもんは、とっとと潰しちまうべきだな。7年前。 突然姿を消した理由。エレインたちに言うわけにはいかなかった。武芸百般の達人にして人格者。俺の先生は本当にすげえ人なんだぜ。俺は英雄じゃない。裏解決屋として、筋の通った依頼を受けるだけだ。お望みとありゃ、スイーツ巡りを企画してやろうか。いろんなコースを用意してあるぜ。 しまいにしようぜ機会がありゃ、イーデス級市街にある事務所を訪ねてくれ。話にならねえな。あんたは、結構いい奴だな。